そこ経由してっていうことかな。こうだね。こうし、いや無理だね、無理だね。こここう行くのかなと思ったけれども、そうはいかない。となるとこうして、そんなに持ってるかな、あの弓、炎の弓、あるある、炎の矢5個しかない、5個しかない。これでも全部使っちゃったらさ、全部使っちゃったらさ、大丈夫かな、大丈夫かな。あ、失敗した、失敗した。あの狙えてなかった、しかも怖っ怖っ。時間制限という感じではないよね。これどこだ、どうしたらいいの。ここか、ここなのか。で、こうしたらいい。すごいなんかバーンって言うんだけど怖いな。こうして、こうして、あ、できた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 。あ、4つだ。あ、弓矢消えちゃった。大丈夫大丈夫大丈夫かな。写真撮っていくせっかくだから、せっかくこう火つけたからもっとアップで撮りたい時とかってどうしたらいいの。こう、あ、ズームってできるんだ。こうしたら、なるほどなるほど。じゃあココちゃん、もうちょっとズームしてあげたらよかったの。よしよしよしいい感じいい感じ。これで、でも危ない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 。これでちょっと喜んでくれると思うし、あのそれができたらね、ちょっとこう物を売ってとかも、なんかこう気持ちよくしてもらえるかもしれない。見てたよー、見てたよお客さん、すごい腕前さね。いやー、久々に胸が高鳴ったわいさ。私の旦那も弓の名手なんだけどさ、今は訳あってちょっと会えなくてさ、だからさ、こんな気持ち、とんとご無沙汰だったもんでさ、まあ、今すっごく興奮してるわいさ。いやー、ほんといいもん見せてもらったよ。これは本の気持ちさね。やったやった、ルピーいただいた。あの人も、この人だこの人だ、コッコさんの、コッコちゃんがいないって言って嘆いてた人、あの人もコッコばかりにうつつを抜かさず弓の練習を続けてくれてたらね。待ってるよ待ってるよ、戻ってあげて。わあ、こんなに近くにいると思わなかった。お客さんのあの矢を射る姿、いやー、いいもん見せてもらったわいさ。あー、ごめんよ、何か用さねー、買い取ってー何を売ってくれるんかいさ、ワクワクするさねー。だって、どんぐり、リンゴもいいけど、どんぐりの方が安心かな。どんぐりかいさ、いくつにするさねー。だって10個ぐらい売ってみようか。いくらになる、いくらになる。どんぐりが10個だから20ルピーってことかいねー。ほんほん、ありがとねー。まだまだ買い取るよー。だって、あとなんかいっぱいあるのって、リンゴはでもなんかこういざという時に食べたいなとか思っちゃう。これめっちゃある。ボコブリンの角、虫と煮込むと薬になるって。これもなんかちょっと10個ぐらいあったらなんとかなるでしょ。よし、14個だから42ルピーってとこかいねー。だっていい品じゃないか、どんどん買い取るよー。だって一旦これでいい。これもいっぱいある。キースの羽。これもじゃあ10個売っとこう。あ、間違えた間違えた。9個にしちゃった。まあいいか。あ、まあまあまあ、ちょうどいいかも。180ルピーになってくる。だから、ちょうど100ルピー渡しても、多分、あれは大王星様だと思う。大王星様に100ルピー渡したとしても、もともと持っていた80ルピー残るから、ちょうどいいぐらいなんじゃないかなと思う。で、行きましょうか。どっちだった？どっちだった？こっち。あ、まあ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 。まあ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 。わあ、でもこれを思うと、やっぱりもっともっと、いろんな素材を取ったりとかしなきゃいけない。そう思うとさ、もっとさ、ね、敵、なるべくこう、ちょっと戦わないようにみたいな感じで走って逃げちゃうこともあるけど、もっともっと戦って、
ね、角だったりとかっていうものをもらってとかしなきゃいけないなとか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 思いつつ戻ってきました。おそらくここが大妖精の泉。うさぎっぽい人はいなくなってしまってね、うさぎかどうかわかんないけどね。ここ妖精さんはいなさそう。来ました、お待たせしました。調べる。また来てくれたんだね。さあ持ってるんだろう、さっさとルピーをお渡しよ。100ルピー必要さ。お渡しどうぞ。取り方がちょっと怖かった。ありがとう、助かるよ。ああ力がみなぎってくる。あ、なんか怖い、なんかちょっと毒々しい感じになってる。ちょっと怖い。あ、びっくりした大王星様だ。いい気分だ。久々の茶場の空気は最高だね。あんたには世話になったね。陰で力を取り戻せたよ。さて今度は私の番。材料さえ持ってくればあんたの服を強くしてやるよ。試してみるかい。今の私ならあんたの服少しだけ強くしてやれそうだよ。強くする、聞いてみよう。強くしたい服はどれだい。これ、あ、ハイリアのズボンとボコブリンの角。今ちょっと売っちゃったから少なくなっちゃったけど5個で、え、強くできるのかな。これお金かかるかな。どう、選んでみる。お願いする。今履いてるもんね、多分ね。履いてるかな、じゃあ行くよ。どう、わあびっくりしたやったやった。これちょっと、さあできた。少しは強くなったね。服を強くするとね、特別な力が宿ることがあるんだ。同じ種類の服で揃える必要があるけどね。他の服も強くしてやろうかと思ったけどもう無理みたいだね。服か素材を手に入れるか。姉が力を取り戻したら、あ、じゃあこの世界にもいるという言い方はちょっと不思議だけれども、そっか、ハイラルだもんね。大王星様他にもいらっしゃるんだ。あー、そっか、またここにおいで。それじゃあまたびっくりした。これここ写真撮ったらいいの。大王星の泉、これもうちょっとこうした方が分かりやすい。どうしたら納得のいく写真になるだろう。あ、これハテナだ。あ、そこを写さないと大妖精の泉の扱いじゃないの。じゃあこうだね。こうしてこう、よし、保存。これでお見せしたらいいということで。あ、よかった。でもなんかね、この世界にも大妖精様が他にもいらっしゃるということが分かり、そっかホタルがいっぱいいる。このホタルも取れたりするのかな。どう、あ、取れる。取るが出たね。静かホタル、夜になると淡く光る昆虫。体内に持つ発光物質は集中力を高める効果もあると言われ、薬にすると物音を立てずに行動が可能になる。だって、あ、待って、あ、もう取れなかった。まあ仕方がない。あ、まだいらっしゃるね。この人にお見せしたらいいね。話す。神秘のベールに包まれた大妖精の泉、一度はお目にかかりたいものだよ。見つけました。そうか、見つけたか、うん、なあ見つけた。本当かね。で、その場所の絵は持ってきてくれたかね。はい、どうぞ。どうでしょう、これが大妖精の泉。美しいといえば美しいが、もっとこう神秘的で奥ゆかしい感じかと。しかしよく探してきてくれたな。何かお礼をしたいところだが、あいにく持ち合わせもないし。そうだ、
君、行きたい場所や探したい場所はないかね。私はハイラル中を旅してきたからな。気になる場所があるなら役に立てるかもしれんぞ。ここ知ってる？ああなるほどなるほどなるほど。あさっきと違う感じのあれになったね。これは大きな門とその奥に雪山。そうだ、あそこだ。この村からずっと東に行くと大きな雪山がある。ラネール山という山だ。そのラネール山のふもとにあるネルドーラ雪原の西にその門があったはずだぞ。ふんふん。私の知ってる場所でよかったよ。少しはお役に立てたかね。他の場所も教えてもらえるのか、それともこんな風に何かこう人助けというかをしたら、ね、このその人その人の知っている場所でヒントをもらえるのかという感じだね。待って、ラネール山？ラネール山はどこ？ラネール山はどこ？ラネール山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 はここにはある？ない？ない？今ないかもしれない。この今真っ暗なところのどこかなのかもしれないから、今はじゃあとりあえずわからない。とりあえずわからないとして、じゃあ一旦果ての村に戻るとしようかね。ここ帰れるんだもんね。ここに戻って塔が見えてたからさ、そっちに行ってみるみたいな気持ちでしてみようか。お話ししてみようか。もふ。やっはーん。なんか質問ある？いいことって、あー聞いておこう。はいはい、よくぞ聞いてくれました。古代素材を持ってきてくれたらお礼にアイテムをパワーアップしてあげちゃう。シーカーセンサーのパワーアップなら古代ネジ3個よ。リモコン爆弾なら古代のシャフト3個かな。ビタロックなら古代のコア3個ね。わかったら私の顔見つめてないで早いとこ古代素材集めて持ってきてね。チェッキー、あ、こうしてる？こうしてるかも。チェッキー。それ写真撮りたいな。古代素材をどうぞっていうのがある。持ってるのかな今。古代素材と引き換えに私がシーカーストーンのアイテムをパワーアップしてあげちゃう。お願いしますにしてみようか。じゃあどのアイテムをパワーアップする？何持ってるのか分かってないな。シーカーセンサー言ってみようか。どう？シーカーセンサーをパワーアップだね。あ、でもなんかネジ拾ったような気がするね。どう変わるの？って聞いてみましょうか。シーカーセンサーをパワーアップすると、写し絵で撮ったものを探知できるようになるの。便利でしょ？わからないけどお願いします。チェッキー！かわいい。チェッキーよろしく。そう、なんかピースしてるのかなって思ったけれども、こうだね。チェッキーよろしく。チェッキー！チェッキー！はいはい、いただきました。ではでは、シーカーセンサーのパワーアップを開始しますね。誘導石、ロック、解除。はい、例のあれ、行ってみよう。そうか。防水機能を確かめておきましょう。シーカーストーン認証、シーカーセンサーの機能を拡張します。よかった。ね、何がどう変わるのかは説明を聞いてもいまいちまだピンときてないけれども、強化できるものは強化しておいた方がいいような気がする、なんとなく。やったやった。シーカーセンサープラス探しているものへと導く。強化されて試練の祠以外のものも探せるようになった。探しているものに近づくと反応を示す。強く反応する方向へ向かえば探しているものへとたどり着ける。ハイラル図鑑を連動したんだね。なるほどなるほど。コッコちゃん探すときとかに便利だったかもしれない。まあ。そして他のものは？古代の他にも何か言ってらっしゃったね。聞いてみたい。やったね。
私の誘導席ちゃんも頑張ったし。シモンさん、あ、シーカーセンサープラス、喉から目が出るほど見たい手じゃないんだ、目なんだってわけなので、よかったら後でシモンにシーカーセンサープラス見せてやってよ。先にちょっと聞いてみたい。さてさて、ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、いいね、フォローなどなど、どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。